怒りっぽくなくななるのかただそれも性質によるんじゃないかなとは思いますけどねうん結局本人本人次第じゃないですかそういうのってまあでもやっぱ人間って食事でねやっぱこう体作られてるのでまあ影響はあるでしょうねまあ僕なんかで言うとやっぱ甘いものを食べ過ぎると肌が荒れるっていうのはあるんですよ まあ結構なんか人によってねその辺差があると思うんですけどあのケーキとか、まあ、今の時期だったらアイスとか食べたくなるじゃないですかだけどあの1本までならいいんですよだけど、えー、アイス1本プラスチョコ1個とか食べるとやっぱ肌が荒れてくるっていうのがあってそれがやっぱ体のサインとして僕は受け止めてますねだから食べなかったら肌も荒れないし、あのーまあ、健康的にもいいっていう感じなんですけどね そうねスイーツとかまあめちゃくちゃ好きなんですよ僕甘いものなんだけどやっぱ肌が荒れるからあんま食べられないセーブしなきゃいけないっていうそうだから食べると美味しいじゃないですかで食べようと思ったら、まあ、ケーキなんか2個とか3個とか食べられますけどそれやるとあとが怖いなと思ってそうなるべく食べないようにしていますねそうだから昔ほんと食べ過ぎた時とかって あの顔だけじゃなくてなんか背中とかにもニキビとかでできませんかだからああいうのが嫌だからもう最近そんなにあのなんかどうこうして食べないようになりましたね、まあ、他のお菓子とかもそうだし、まあ、ポテチとかも、ね、食べたら結構やっぱ肌が荒れやすくなったりとかしますし、まあ、食事も食べすぎると太るしっていうのがあるのでそうね、まあ、ちょっと 気をつけたいなと、健康にはね気をつけたいなと思いますし、今日はねあのこの辺で終わって、ですねちょっと夜ゴルフでもねあの、まあ、ゴルフ練習でもねやってこようかなと思います。もう最近あの、運動不足すぎて、夜全然寝れないわけですよ。もう日中、外暑いからもう出たくない、引きこもる、えー、運動不足、えー、疲れてないから夜寝れない、えー、で寝るのがもう朝方になって、で起きる時間も遅くなる、で暑い。 出ないみたいな、そういうもう、負のループに今、ちょっと突入しつつあるので、あのちょっとゴルフ練習でもしてですね、えー、汗をかこうかなと、そう最近、ようやくね、あのお尻の、あのちょっとあの数十球ぐらい打つなら、あの問題ない感じなので、軽く打ちっぱなし行ってですね、汗を流してこようかなというふうに思いますね。ニンバススさんーーパーチャットありがとうございます 基本的に左翼は仲間内での権力闘争があるから弱みを見せたらおしまいなんで絶対に誤りを認めたりできないんですよねっていう <laughs> なんか政治界隈ってそういうのありますよね絶対に間違いを認めないっていうまあ気持ちわかりますけどねなんか認めたら終わりだみたいなでもそれでこうなんか正当化していくとだんだんなんか泥沼にはまっていくしそうっすね まあいろんな界隈がありますからね、まあこれ、だって右派でもありますからね、絶対にこう、誤りを認めないっていうあの人が、人,まあ、人たちがいますんでね、そこは注意しなければいけないなと思いますね。はいということで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思うんですが、明日の生放送は、まあ水曜日なんで、夜8時半から生放送やりますね、あとその前にフライング生放送がちょっとできたらやろうかなと。 いうのもあるしであと、えー、木曜日朝の10時から、えー、日本ジャーナルに出演しますで、日本ジャーナル木曜日は維新の馬場代表が、えー、ゲストでお越しになるということなので、えー、いろいろ、ね、質問を、えー、していこうかなというふうに思っています非常に楽しみですねはい、まあ、ぜひ、えー、明日も明後日も、えー、見ていただければなというふうに思いますあ最後にスーパーチャット東住吉のゆうちゃんさんありがとうございます。 今、SNS で話出て,ない出ていないっぽいですが、オリンピック自体で宮田選手の五輪復帰をというチャレンジのサイトがあるみたいです。どうやら詐欺みたいですがっていう。えそんな、え、なんですか、その五輪復帰のためにあの、寄付を募集しますみたいなことなんですかね。でも、そういうのあったらね、ちょっと大変失礼なこと言いますけど。 引っかかるおじさんいると思うんですよいやというのも今回のあのまあ、喫煙飲酒の件でもう擁護してるのがねある程度もうやっぱ50代以上とか60代以上のやっぱおじさんが多いなっていうまあ、個人的にパッと見た感じあの発信されてる方多いなっていうまあ、結構右派系の人もねあのいるんですけどでそういう人たちがまあ、特にそういうなんか論に あの同調する人も、多分おそらく同じ系統の方が多いんじゃないかなというふうに思うので、宮田選手、復帰するために、署名とえ募金というか、支援を、クラウドファンディングをみたいな感じであの募集したら、引っかかる人いると思うんですよね、残念ながら。これ、本当にね、十分注意していただきたいなと思いますね。 もうやっぱ詐欺師っていろんなところにいますからね、もうどんな事象にも、あの診察の時もそうじゃないですか、あの診察が、まあ今月初めからその診察が出て、ですねあの救察が使えなくなるからつってなんかこう詐欺を行うみたいなのもニュースになってましたけど、そうねそうお金で復活するわけないじゃないですか、それこそ問題じゃないですか、<laughs> そんなんじゃ例えばなんか、えー、クラウドファンディングで1000万円集まりました。 これを教会に寄付して宮田選手復帰みたいなことになったら、それこそ五輪の精神に反するじゃないですか。だけど、引っかかりそうな人いるなと思いますね。いや、やばいわ。はい。ということで、ちんかわさんもスーパーチャット、ありがとうございます。まあ、あの、皆さん大丈夫だと思いますけど、引っかからないように注意をしていただければなと思います。はい。今回は以上になります。 ご覧いただきましてありがとうございましたまた明日お会いしましょう